さあ筋肉体操スタートです。まず腕立て伏せなんですが、すごい簡単なフォームをお伝えします。お尻をこうグッと突き出した上で下まで降りていきます。こうするとどんな腕立て伏せ初心者の人でもできますので、まずはこれで1分間やってウォーミングアップを行いましょう。ふう、息を吸って押すときに吐きます。吐いて、息を吸って吐いて、これならどんな方でもできるはずですが、これもできないという人いますかね。これが一番簡単なんで、今後の動作でしんどくなってきたらこの動作に戻してください。この動作で運動を続けるようにしてください。これはこれでね、やってたらきつくなるんですけど、はい。で、今度ここだと難易度が高いやつが、ちょっと膝を後ろの方に持っていきましょう。膝をついての腕立て伏せです。これは先日筋肉体操でやってたように、こう胸をしっかりつけるところまで持っていくとめちゃくちゃきついっす。めちゃくちゃきついので、できる限り、できる限りで構いません。思ったより上腕三頭筋の二の腕の部分に効いてきますので、無理のないように、しっかり呼吸しながら行わないと頭痛がしたりしてしまいますので、息を吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、やべえ、きついわすでに。はい、じゃあ今度は普通のプッシュアップでやっていきましょう。この状態から胸がつくまで下に下ろしてもらって、息を吸って吐いて、吸って吐いて、吸って、あ、きつい、吸って吐いて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 、吸って痛くなる。はい、じゃあまた最初のお尻をこうグッと突き出したポーズに戻って、まあこれ休憩みたいなもんですよね。でももうだんだんこの大胸筋に効いてきてるんで、このフォームでやってもかなり大胸筋にバンバン刺激を感じます。呼吸を止めないようにね、力んで呼吸止めないように息を吸って吐いて、吸って吐いて、吸って、ふぅ、ふぅ。で、この後ね、ストレッチしてくださいね、ストレッチ。この腕立て、一連の腕立てが終わったらストレッチ絶対やってほしいです。はい、次ちょっと膝を後ろに引いて、膝つきの腕立て伏せです。いや、もう膝つきでもきつい。吸って吐いて、ふぅ、
まだ半分もあります、皆さん。はい、じゃあ普通の腕立て伏せに移ります。ほっにょんにょん、あかんわもう、にょん、にょん、Yeah.
time completed!